Yeah. リンダのパスタ。パスタ。じゃあ乾杯しよう、乾杯。俺もパスタもちょっと欲しいです。乾杯。どうして俺のは持ってくれない。あ、美味しい。じゃあ食いましょう。いただきます。いただきます。いただきます。皆さんいただきます。高菜も食べてください。高菜もあ、美味しかったでしょ。まあ、食べてない。あれ食べたってよかった。食べてない。ちょ食べてないよ、まださっき食べたってよかった。ちょ出しただけ。なんかできれば、できればちょっと汚く使ってください。はい、これね、もうちょっとソース必要か。そう、これ、ローリエだっけ、ローリエ。最近料理やってるかわかる。うん、すごいじゃん。いただきます。ちょっとかわいい。汚く食べ、もうおいしい。うん、汚く食べてって言われると、うん、どうた、なんかどうやって汚いか緊張するね、逆に。酸味が効いてますね。なんか道具使わらずに食べるということも、うん、うん、顔で食べる水食いってこと。いや、もっとソースだったらできるんじゃん。ちょっとごめんね。ね、うまい。うん、よし、うまうま。いや、リンダの汚いは見せて。あの、一番汚いのは、うん、ちょっと待ってて、うん、先にも見せたけど、見てね。うん、見てるわ、それ。あ、このね、なるほどね、これ。超数、うん、で、プンプンプンって言ったの、うん、マカロニわかる？うんうんうん、マカロニはなんかあの穴が開いてるでしょ。うんうんうん、で、吸うとなんか飛ぶんだ。なるほどね。これがあったら絶対できる。あ、うん、うん、そう、ゴンソンハスもだ。おいしい。うん、いや、これはドイツスタイル。ドイツの声。そう、みんなのドイツ人はこういう感じでパスタ食べてるよ、うん、これが正式なドイツの食べ方です。いきます。まずよく混ぜて。ご飯は、あ、見えない。お皿をいただきます。じゃあ次は佐藤くんね。うん、はい、熊本の汚い食べ方、はい、で、メガネを外すの。そうそうそう、ちょっと危ない危ない、いただきます、うん、もっとだって、だ本気で行くんでしょ。あ、じゃあ本気で汚い食べ方をじゃあ行こうと思います。本気でして、うん、そうそうそう、本気でして。汚い出した汚いっす。ありがとうございます。汚い、汚い。食べれなかった。そうか、めっちゃ多いからこれ。うん、多い。一袋。何人前これ。何人分。まあなんかそれはいろんな食べ方あるけど、うん、なんか普通にレストランだったら、うん、あの氷焼くクラム。で、うん、でもなんか一人焼くクラブすごく少ないでしょ。ああ、100グラム少ない、うん、でなんか超食べたいと言ったからなんか3人の200グラム、うん、なんか2倍600。そうそうそう、600グラムなんだよ。これは明日の昼まで待つ。ちょっと月みたいでしょ。うん、うん、満月。そう、満月です。地震だ、地震だ、地震だ。ふわふわふわ。じゃあこれも紹介しよう。ん？これピクルス。じゃーん。
ドイツっぽい感じです。ちょっとじゃあ佐藤くんこれを食べてるふりしてみて、うん、はい。難しい振りだったね。あ、録音が終わった。じゃあ、で、今日のビールはボーナストラック、うちらの会話ね、スタイルフリーです。 Yes、うん、フリースタイル、よー、ドイツゼロ、フリースタイルじゃない、スタイルフリーです、うん、フリースタイル、あー、よーっちゃん、これもらったんだ、渡辺さんに。うん、マジで、あ、渡辺さん今ドイツ行ってるよ。あれ、リンダ、前からここなんかあったっけ。今つけてる、つけてるよね。ね、あったよ。理由があるよ。あったっけ。え、理由教えて。なんか泣いてる、ずっと。沖縄離れたから。泣いてる？うん、ずっと泣いてる。涙。泣きぼくろ。そうそうそう。うん、うわー。怖い。これさ、10分しか YouTube 撮れないからさ。これどうすれば3人入るの？引きじゃん。3人が入る。うん。こうしよう。あ、何違う。じゃあこう、そうそうそう。そうしよう。うん。あれ？はい。リンダ、俺が。はい、こっちに切ったら、今の角度で良かったんじゃないか。今のでこうしよう。今ので、うん、そうそう、うん、それしたら。近すぎるよな。したら無理がないよ。うん。うん。よし。だってこれフライパンだぜこれ。音楽ね。うん。だから今録音して、あ、じゃあちょっと、こっち行こう。何が聞いた？リクエストして。あ、じゃあ分かった、もうごめん、分かった。ボンボン系。ノブルー。ノブルー。もらった。ノブルー。あ、本当？本の意味。じゃあ超、超いい感じだ。ノブを聞きながら、ノブ、ノブって結局ノブさんなの？ノブさん、ノブさんか。ノブルだよね。あ、ノブルも東京来るんでしょ？だってね、ノブルでも、ノブルさ、あれやっぱ田口さんと話したけど、沖縄にいた方がいいと思う。でも行くんだよって言ってた。君、沖縄に行った方がいいという話ですか？なんかノブ、なんか軽トラックが一緒にいた方がいいから、うん、あ、ノブが？え、軽トラックが一緒にいた方がいいから東京行くの？なんか二人でしょ？うん、二人しかいないから、うん、二人の一人が引っ越ししないといけないということになっている。嘘、この遠距離バンドが結構いい感じだと思ってるんですけど、私は。そっか、そんなことないですか？絶対いいと思う。いい距離感だよ。東京は狭い。で、うまくできるの？ん？練習とかは？練習とかで、出てる。練習はもうない。ゲートロックとか？うん。なんかいい感じ、多分なんか近くなったら、なんか良くない気がするんだよね。それは、うん、それはわかる。ね。そうだね。だから、しかも逆に東京だと会えない感じがする。なんかいつでも会えるって思うと、あ、だってさ、去年とかめっちゃうちらいっぱいだよ、一緒に。そうだね、うん、なんかすごく YouTube で見える、どんなぐらいいた。うんうんうん。じゃあ次はさ、わかりやすい。ねえねえ、2人とも入ってないんだけど、向こう、うん、次はさ、寒かったね、今日ドイツでさ、パンならうぃえうぃえ、あ、じゃあごめんなさい。ドイツ、うん、ドイツに行こう。うん、おいでね、うん、あ、じゃあもうそろそろ、これパンナラ10分になったら終わりだよ。そう、オッケー。パンナラアイコーって言って、みんな軽ドロックの番組見てるでしょ。うんうん、やったよね、一回見たよ。行くよ、うん、せーの、軽ドロックじゃないけどパンナラアイコー。よし、じゃあこれ全世界に放映しよう。あ、世界規模だ。世界規模。